コミッショナー宣言。ただいまから行われます WBC 世界バンタム級チャンピオン長谷川穂積対挑戦者フェルナンド・モンティエルの12回戦は、昨日午後2時規定通り厳重なる身体検査と計量を行い、記録にも記憶にも残るボクサーになりたいという長谷川穂積、6連続ノックアウト防衛なら日本タイ記録です。タイトルマッチと認定いたします。2010年4月30日財団法人日本ボクシングコミッション、コミッショナー林雄子。勝てば長谷川は WBC 王座11度目の防衛に成功、モンティエルは WBO 王座を失います。モンティエルが勝てば WBC、WBO の統一王座になります。さあ、いよいよ世紀の一戦です。 Ladies and gentlemen, welcome to the world famous Nippon Budokan in Tokyo for the main event. 王者対王者世紀の一戦にようこそ。Y a todos nuestros amigos latinos, bienvenidos, aficionados al box. Well, fans, our featured bout of the evening is brought to you by Taken Promotions in association with Sensei Boxing Gym and Sanfer Promotions. This bout is sanctioned by the World Boxing Council, the president, Jose Sulaiman, the supervisor, Juan Sanchez. Introducing to you our three judges scoring this bout from ringside. From the United States, Dwayne Ford.Also from the United States, Steve Morrow. And from Belgium, Daniel Vanderveel. And our referee in charge from the United States, Lawrence Cole. All right, fans, here we go with the main event of the evening. 12 rounds of boxing for the WBC Bantamweight Championship of the World.And now, ladies and gentlemen in attendance, and boxing fans joining us around the world, live from Tokyo, it's showtime! Introducing to you first, the champion on my left, fighting out of the red corner, wearing black trunks and hailing from Kobe, Japan.He weighed in at 53.4 kilos, or 117 and 3 quarter pounds. With a record of 28 wins and 2 losses, he has 12 wins coming by way of knockout. Having held his championship belt for 5 years, tonight he is making the 11th defense of his title. Here is the longtime and the defending WBC Bantamweight Champion of the World, known as the Japanese.Ace, introducing Hozumi Hasegawa. この歓声を聞きなさい。伝説の始まり、WBC 世界ボクシング評議会チャンピオン長谷川穂積。The ring, the challenger, fighting out of the blue corner, wearing white trunks and hailing from Los Mochis, Sinaloa, Mexico.His weight 53.5 kilos or 118 pounds. His record stands at 40 wins, 2 losses and 2 draws with 30 big wins coming by way of knockout. Here is the three-weight division world champion and the current WBO bantamweight champion of the world, introducing Fernando Cochulito Montiel. Cochulito.小さな狼、WBO 世界ボクシング機構3階級制覇チャンピオン、フェルナンド・モンティエル。WBO が日本で未公認のため、WBC のルールで行われます。12ラウンドフリーノックダウン制、偶然のバッティングによる負傷で続行不可能になった場合、4ラウンドまではドロー、5ラウンド以降は判定。4ラウンドと8ラウンド終了後、採点を公開します。解説は浜田剛さん、そして飯田聡さんです。長谷川、1ラウンドは 100% 取る。そして左のアッパーが当たるかどうかが勝負の行方を左右すると話しました。レフェリーはアメリカのローレンス・コール、ジャッジはバンベディーレ、モロー、フォードの3人です。
世紀の一戦のゴングが鳴りました。国内では初、世紀の世界チャンピオン同士の一戦です。サウスポースタイルのチャンピオン長谷川、11回目の防衛戦。今回はチャレンジャーですが、日本未公認 WBO という団体の世界チャンピオンのフェルナンド・モンティエル、白いトランクス。お互い前に出ている手、長谷川は右のジャブ、そしてモンティエルは左のジャブを放っています。さあ浜田さん、はい、立ち上がりどんなこう名刺交換をするかが楽しみなんですね。まあ、両方とも総合的なトップレベル、はい、世界でもトップレベルの選手たちですからね、いろんなことを見せると思うんですね、パワー面、そしてスピード面、そしてタイミング面、まあ、今見てると一覧はある意味駆け引きしているところありますよね。そうですか。飯田さん、はい、長谷川の方がプレッシャーをかけていますね。そうですね、ジャブもしっかり出てますからね、はい、このラウンドなかなかクリーンヒットないラウンドになるかもしれないですね。左、長谷川の左です。いつもは減量に苦しむ長谷川ですが、今回は2週間ほど早く減量を始めました。ですから飯田さん、順調に減量は進んだようですね。そうですね、本当に今回は、調子がいいみたいですね、はい、今までは脱水症状の影響か、ドッグボディ長谷川、リングに上がると足がつるような状態になっていたそうですが、今回は水を飲みながら減量をしました。水を飲んで汗をかいて減量しました。ですからその脱水症状に足のつり、これは心配ないだろうと長谷川は言っています。浜田さん、この長谷川の足の運びはどうでしょう。はい、いや、いいんですけどね、今長谷川がボディを打ちに行ったところ、モンテールが左フック合わせたわけですね、はい、この選手の得意とするのはこの左フックなんです ね。非常に左が多彩で、そして威力があるんですね、モンテールは。左はですね、顔面もボディも、あ、左、長谷川の左、同じモーションで打ってきますからね、はい、左を振ってきます。この左ですね、飯田さん。そうですね、このフック、アッパー、左どんどん、使えますからね、前の手が上手ですからね、モンティエルは。モンティエルは世界戦が19回目のヒット、長谷川のヒット、今の会場いいですよ、いいクリーンヒットが入りました。ここまでの長谷川は初挑戦の相手に対しまして、1ラウンドビッグパンチの挨拶代わり、こういったのがありました。浜田さん、それで主導権を握ってきました、ただですね、このモンティエルはですね、はい、長谷川が打ってくるであろうというのは予想してますからね、打ってくるところのどこのタイミングで左を打つかというところを狙ってますよね。モンティエリーも世界戦は19試合目ということでベテランですからね、キャリアあります。いや、私はこの選手10年前から見てますけどね、はい、危険を小打ちで打ってくる、打っていく選手なんですね、ただやっぱり今日は相手が長谷川ということで慎重になってるところありますね、はい、あと大きく左を振っていきました長谷川です。飯田さん、何かこう誘っている部分ありませんか、長谷川チャンピオン。いや、誘っているのもありますけど、お互いがもう、もうこれでもかこれでもかという誘いの左です、ことですね、左、ボディから右、日本武道館が沸きました。長谷川はちょっと笑みを浮かべました。当たってはいませんけど、この姿勢はいいですよ、はい、モンティエルを右で誘うような仕草、なんというレベルの高い第1ラウンドでしょう。第1ラウンド終了です。ラウンド中のフラッシュを使いますので、写真撮影はご遠慮ください。試合中の選手の前に選手を大変危険な状態で置くことはございます。ラウンド中のフラッシュを使いますので、写真撮影はご遠慮ください。また同じ理由で携帯電話、デジタルカメラなどに搭載されております照明機材、特に強い光を発するものはラウンド中は絶対にリングに向けないようにお願いいたします。そしてこのような照明機材は対角線上のお客様のご迷惑ともなります。チャンピオン同士の世紀の一戦、1ラウンドが終わりました。浜田さん、非常にレベルの高い1ラウンドでした。相当の緊迫感ですね、はい、ちょっとでも隙を見せた方が打ち込まれるという雰囲気ですよ、今の内容は。これから第2ラウンドが始まりますが楽しみです。身長は長谷川が5センチ高いんですが、リーチはご覧のように同じです。世紀の一戦は第2ラウンドを迎えました。黒いトランクスが WBC チャンピオンの長谷川、11度目の防衛戦、白いトランクスが WBO のチャンピオン、3階級制覇のフェルナンド・モンティエルです。ジャブを出し合っています、お互いです。飯田さん、このジャブの付き合いというんですか、はい、これも見どころの一つですね。そうですね、もう本当に距離もセンチ数センチ単位でこれ足使ってるんですね、はい、長谷川チャンピオン。長谷川1センチずつこう詰めていく感じですね。とてもいつも以上に足細かく使ってますよ、はい、鈴木さん、はい、長谷川サイドですよね。長谷川、山下会長、何か怖いことあるかという問いかけに対してフェイントが少し怖いなという話をしました。そして山下会長はお前のフェイントも怖いんだぞという指示を出していましたね、うん、長谷川が右で誘いを出して左を狙っているような、そんな感じもしますね、うん、そしてそれをですね、モンティエルも同じことやってるんですね。あ、そうですか。誘いを、やっておいて、はい、先に長谷川に打たせてこようということですね、うん、打ってきたところを左フックを引っ掛けようというやり方ですよね。あ、このようにフットワークを使うのがこのモンティエルのリズムのバロメーターです、試合のバロメーターです。鈴木さん、はい、
青コーナー陣営なんですが、そのモンティエルに対しては陣営は12ラウンド戦うつもりでいこうという確認をしました。そして動いていけ、フェイントを使え、そして控室ではいきなりの右、これをかなり練習していました。飯田さん、お互いにとって早くは終わらないという予想ですよね。そうですね、まあ、これも今ずっとジャブ付き合ってるんですけども、はい、右を出せば、まあ、利き手のパンチですね、を出せばカウンターが飛んでくる、または、モンティエルの左フックですね、振ってくるの分かってるから今出せないんですよね。フェイントの掛け合い、左を振っていきましたモンティエル。あいた、あ、右を打って右足を前に、持っていって、もう一回おっと、またトリッキーな、トリッキーに誘っていきます。右を伸ばしていくチャンピオン。モンティエルはメキシコ、強豪メキシコでも、ナイスワンツー、ナイスワンツーです。いいですね、3回級制覇はメキシコでも7人しかいないんですが、そのうちの1人、強豪中の強豪です。まあ、一発大きいのタイミングよくということじゃなくてですね、はい、だん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 右を崩していきました。ですよね、モンティエルの方がちょっと苦し紛れに大きな振ってますが、ちょっと苦し紛れですか。長谷川の方は細かく速いパンチでパンチ見えてますよね、当てに行ってますね、はい、これでいいですよ。長谷川はモンティエルのパンチを見えています。今膝ラッパー返しましたけどね、あれを得意とするんですね。モンティエルが右打った場合、この決める右とですね、左、左を返すための右の打ち分けますからね、この選手は。チャンピオンがボディを狙っています。ボディを狙って顔面です。さあ打ち合いです。怖いですね。ですね、長谷川の左の後すぐ右飛んできましたね。返してきますね。だから長谷川は一発大きいのということじゃなくてですね、じわりじわり、崩していった方がいいですよ。お互いカウンターを狙い合っています。ちょっと目が離せませんね。長いラウンドをやるつもりでですね、はい、崩していってそこからやればいいんですけどね。あっ、左から右、はい、あ、右、大きな右空を切りました。第2ラウンド終了です。どう、クリマチックの嫌なぐらいの、いつものスパイターあれぐらい、全然もっと軽くいってるよ。プロデビューは17歳、世界初挑戦は21歳。好きな WBC ではなく WBO のフライ級、 WBO で10年かけて3階級を制覇、そしてデビュー13年、45戦目でようやく WBC タイトルへの挑戦のチャンスをつかんだモンティエルです。第3ラウンドに入ります。白いトランクスが WBO チャンピオンのフェルナンド・モンティエル31歳、一方の長谷川 WBC バンタム級のタイトルを今日が11度目の防衛戦です。出てきましたモンティエル、右を打とうというフェイントのまま出てきました。バックステップでかわす長谷川です。一番怖いのはその後の左なんですね。アッパーです。あと左を伸ばしていきました長谷川。この左はですね、ちょっと頭が当たりました。同じホームでフック、そしてボディ打つんで読みにくいですよ。読みにくい、はい、右を伸ばしていきます。ということは飯田さん、長谷川にとって何が大切になってきますか序盤。やはりとにかくもう隙を作らないことですね。速い動き、足の動きも左伸びていくから最後の連打。そうですね、打ち合う距離はもう今みたいな速い連打で、すぐ打ち終わったら離れるということを徹底した方がいいですね。同じところに留まってますとカウンター食いますね。そうですね、正面に立たないこというのを山下会長も言っています。それと攻撃っていうのはもちろん大事ですけどね、攻撃しすぎた状態で、おっとっとっと、今右をフェイントでアッパーを持ってきましたフェルナンド・モンティエル。この辺りは高度なテクニックです。今まで全部長谷川が頭を下げて避けてたのを見切って頭を下げるだろうとして、ナイスカウンター入った左、これは届きません、この左は届きません。うまく避けましたね、避けましたねモンティエル。さっきからの9、モンティエルの顔がちょっと赤くなってきましたよ。長谷川のパンチが当たっているようです。そして長谷川はそうですね、脇腹あたりが真っ赤になってますね。ということはフェルナンド・モンティエルのボディーブローが当たっている、サイドボディ当たっているということです。右のダブルだけ警戒今。さあ誘ってきた、あえてどんどん揺さびる、揺さびり入れて相手のリズムを崩せばいいね。長谷川は右で誘って左ストレート、左アッパーを決めたいと話していました。一方のモンティエルはノーモーションの右を狙いたいというこの試合です。
と言いますけど本当のところは左だと思いますよ。そうですか、はい、得意なのは左ですからね。 左なんですね。左のガードを下げていますモンティエル。誘っているんでしょうか。右、いきなりの右、この右のモーションです。ノーモーション。左スッチュート、ナイスワンツー。間合いを図っています。チャンピオン同士フェイントで中に入っていくモンティエル。顔がやや好調しています。長谷川のが引きも早いですからね。引き早いですよね。バックステップ左、いいですよ今日本当に足がいいですね。動いてますね。長谷川の方が足がいいですね。コンディションも最高ですね。ですね。今日は世界最高レベルの駆け引きを見てもらいたいというこの長谷川です。強い相手とやった方が楽しいというこの長谷川。飯田さん、しかしリスクは高いですもんね。ですね。まあ、状態が柔らかいんで今は下を狙っていってボディに当てましたね。長谷川チャンピオン、おー、またアッパーきました。左にアッパーをかわしました。チャンピオン見切っています。第3ラウンド終了。高度なテクニックの応酬です。お知らせいたします。この試合もオープンスコアリングシステムを採用しております。次の第4ラウンド、そして第8ラウンド終了時点でその時点での採点を公開いたします。せやから今度はそのボディは打ち込まんでよ。わざと見せて最後は上に持っていくか、アッパーに持っていくか。第3ラウンドまでが終わりました。 WBC チャンピオンの長谷川、 WBO チャンピオンのモンティエル、この右です。長谷川は右構えの選手に対しまして、特にウィラポン戦、この右フックでダウンを取りました、 KO を取りました。右構えのモンティエルに対しまして、この試合はどういうパンチが出てくるんでしょうか。 WBC 世界バンタム級タイトルマッチは第4ラウンドに入りました。国内では初の世界チャンピオン同士の一戦。WBO というタイトルは日本では公認されていないんですが、事実上の統一戦としてこのリングが実現しました。まあ、モンティエルが状態に立ったまま打つところよくあるんですね、ええ、そういう相手には長谷川の得意とする右フックのカウンターは有効ですよ。有効ですよね、はい、鈴木さん、はい、長谷川陣営なんですが、山下会長、あ、そろそろプレッシャーがかかってきていると、ここら辺で一つボディから顔面のコンビネーションを見せていこうという指示です。山下会長からの指示としては、決めたいパンチの逆をついていくんだと。ですから顔面に決めたければボディに軽く打っといて顔面、まあ、そういうような指示でしょうね。左をボディに打っといて、右フックを上に返すと、顔面に返すという指示だと思うんですね、はい、特に前半戦はボディを決めていきたいというこの山下会長の話もあります。ただ本当に入れないんですよね。入れない。入ろうと思うと引くし、カウンターも怖いしで、鈴木さん、はい、そのあたり青コーナーのモンティエル陣営としては、とにかくまずはジャブを出していけ、軽いパンチを出しておいてボディから活路を見出していこう、そんな指示です。モンティエルも長谷川と同じく元プロボクサーのお父さんからボクシングの手ほどく受けました。モハメドアリやシュガーレイレナード、華麗なフットワークとテクニック、こういったボクシングを研究してきたといいます。さあ左を伸ばしていきました。飯田さん、モンティエルはどうでしょう、フットワークちょっと止まり気味のような気もします。右サイドに行って打つところなんかはやっぱり、はい、セコンドの指示通り横から打つんだと、正面から正面に立たないという、その通りやってますよね。サウスポーの利点である右に右に曲がって回っていこうという長谷川です。今のところモンティエルがこう前に出てくるときに、それより速いスピードで長谷川が下がるか、もしくは一緒にこれですね、距離を潰す、パッとくっついちゃう、両方うまく使い分けてやってるんで、モンティエルがもうなかなか今は足を使って下がった、これでパンチが出ないんですよね、モンティエルの方が。ということは長谷川が非常に頭脳的な試合をしているということですね。やるなこいつと思ってると思いますね、モンティエルの方は。モンティエルもインテリジェンスの、俺のインテリジェンスを見てくれと、俺は科学者のように戦ってやるということを言っていましたが、今は長谷川の方が上回っているようです。序盤戦です。第4ラウンド、WBC ルールでは第4ラウンドが終わった後に採点を公開します。どのような採点になっているんでしょうか。右を伸ばしていきました。ペースはですね、長谷川ペースに向いてますよね。そうですか、はい、先に行っているのがチャンピオンの長谷川です。完全ではないですけどね、これをじわりじわりもっと持っていけばいいんですから。大きく左を振っていきました、チャンピオンの長谷川。左の服、残り10秒です。第4ラウンド、左の服、
ですが、本当一瞬ですよね。左からですよね。あの左フックは長谷川はもう読み切れたと思ったんでしょうね。あの連打は止めきれなかったですね。長谷川バンタム級の王座は5年、 V 点でピリオドということになりました。なんとかこのラウンド持ちこたえればですね、体力も長谷川あるんで、まあ、それと1分間休めるんでですね。そうですね、もう残り10秒を切ったところからの連打でした。今度クリンチもさせないような連打に行きましたからね。早い回転でしたね、モンケールは。いや参りましたね。WBC バンタム級の緑のベルトが17年ぶりにメキシコに帰ることになりました。ビクトル・ラバナレス以来17年ぶりにメキシコにもたらされました。そしてモンティエルは WBC、WBO 統一チャンピオンとなっています。まあ私もそうですけど、長谷川いけるなと思ったところ、長谷川もそう思ったんじゃないですかね。そうですね、飯田さんはどうご覧になりましたか。いやー本当に予想通り一瞬の隙をついたという感じですね。で、まあ、モンティエルその隙をついて当たった、そこから畳みかけるスピードがむちゃくちゃ速いですね。速かったですね。今手元に第3ラウンドまでのスコアシートが届きました。ジャッジ1人は29対28、もう1人も29対28、1人は30対27、3人とも長谷川にポイントをつけていましたが、いやそういうことでは流れは完全に長谷川に向いたところだったんですけどね。防衛数が増すほど負けるのが怖くなる、負けから遠ざかるほど受け入れにくくなる、不安だから妥協せず厳しい練習に取り組める、不安を力に変えて強くなってきた長谷川ですが、まさかまさかの第4ラウンド、フェルナンド・モンティエルに緑のベルトを持っていかれました。まあ、試合前の長谷川の練習を見てもですね、相手の左フック、左アッパーに対しては十分頭に入れてやってたんですね、はい、ただ有利に攻めていって、その瞬間に来ると思わなかったですよね。そうですね、飯田さん、本当こう KO あの試合ストップのシーンまでは、はい、長谷川が非常にうまく試合をリードしていたんですけどもね。そうですね、まあ、本当にこれももうコーツつけがたい、本当に頂点の試合、チャンピオン同士の試合っていうことですね、まあ、これが、まあ、逆になっててもおかしくなかったわけですからね、はい。長谷川は常々言っていましたが、ボクシングというものは、もちろん世界チャンピオンというものは勝てば次の試合のファイトマネーが保証されるが、負けてしまえば何もなくなってしまうんだと、これがボクシングの怖さだと言っていましたが、まさかそれが長谷川の身に降りかかるとは。この時点でボクシング社岸井博人代表取締役社長よりストップシーンをご覧いただいていますが、長谷川がこのように打たれるシーンも初めて見ました。まあ、レフェリーのローレンスコールが長谷川のこの後のことを考えて早めに止めましたね。そうですね、左のカウンターでした。まあ、今はですね、立ったままのスタンディングカウントというのは取れないんですね。取らないですからね。いきなりのストップになりましたよね。レフェリーストップになりました。やはりこのフェルナンド・モンティエルの左の強さというのはありましたね。分かってはいたんですけど、ちょうど読みかけたところで、よしこれいけると思った矢先だったと思いますけどね、それで一発よくって、それはまあ持ちこたえられるでしょうけど、2、3といきましたからね。この 2発目が効きましたね。効きましたね。そしてロープに、手が絡まってクリンチができない状態が、いろんな面で不運があったですね。なるほど、両者ともにこの事実上の王座統一戦がスタートラインと話していました。長谷川は伝説のボクサーへの第一歩、そして他団体の王者に勝って14度防衛、これは価値があるでしょうと話していました。一方のモンティエルもこの試合を契機にスーパーフライ級の統一チャンピオンダルチニアンなどのビッグマッチをやりたいと。飯田さん、お互いにとって非常に大切な一戦だったんですね。そうですね、まあ、これ逆、本当にまた逆であれば長谷川穂積がビッグな将来が待ってたんですけどね、はい、残念ですね。長谷川はデビュー5戦で2敗を喫していまして、8年11ヶ月ぶりの敗戦ということになりました。しかし日本歴代2位の V10、 偉大なる王者の証です。WBO チャンピオンを相手に選ぶ勇気は称賛に値しました。しばらく心と体を休めた後は次の夢、
2階級制覇への挑戦が始まります。それでは WBC 新チャンピオンに輝きましたフェルナンド・モンティエロ選手にお話を伺います。まずはチャンピオン同士の対戦ということで戦ってみての感想を聞かせてください。Campeón contra campeón, ¿cómo se siente ahora? Pues grandioso, ese momento lo viví desde niño, desde niño lo soñé y estaba bien ilusionado con algún día pelear aquí en Japón ante toda la gente respetuosa aquí que se ganaron mi cariño y pues grandioso, me siento fenomenal y espero volver algún día otra vez a Japón. 子供の頃から夢を見ていたベルトが手に入りました。私は子供の頃から日本で試合をしたいと思いました。日本人の優しい日本人の前で、試合をしたいと思いました。気分は最高です。そのこのベルトを柔道を守り続けてきた長谷川選手と戦ってみての印象、これを聞かせてください。¿Qué impresión tiene de Hasegawa que Hasegawa ha guardado 10 veces este cinturón? Bueno, es un orgullo para mí derrotarlo en su onceava defensa. Bueno, era un campeón muy reconocido, muy fuerte, muy sólido. Y pues, bueno, de un principio lo dije también que pues venía a demostrar porque lo era campeón también yo. Pero todo mi respeto para Hasegawa, se merece una revancha si él la quiere, con todo gusto. まずこのタイトルを10回防衛してきた長谷川選手のベルトを手にしたことを非常に光栄に思います。長谷川選手はとても強い選手でした。私もチャンピオンとして戦いました。長谷川選手にはリスペクトします。序盤は接戦だったと思うんですが、戦っているときどんな気持ちだったんですか？A los primeros asaltos, ¿cómo sentía peleando?Desde antes de la pelea yo tenía la seguridad de que iba a lograr un gran triunfo, un triunfo contundente, pero la verdad no me lo esperé que fuera tan pronto por knockout. Y bueno, valió la pena tanta preparación, tanto sacrificio, es por eso, pero realmente si no hubiera noqueado a Hasegawa rápido hubiera tenido problemas al final de la pelea, yo creo, porque es muy fuerte. Hasegawa選手と戦って早い回にノックアウトできるとは思いませんでした。もちろん私はそれだけの練習をしてまいりましたし、それだけ の犠牲を払ってきました。長谷川選手はとても強い選手でした。世界中で多くのファンがあなたの強さを認識したと思います。ファンにメッセージをお願いします。Ya reconociste a todo el mundo tu fuerza y qué mensaje tiene a los aficionados del mundo?No, nada más quiero agradecerles y dejarles bien claro que no cabe duda y se lo agradezco a Dios. No me cabe la menor duda que cuando Dios manda hasta el diablo obedece. 本当に感謝します。神様に感謝します。見事にチャンピオン同士の戦いを制しまして、WBC 新チャンピオンに輝きましたフェルナンド・モンティエル選手でした。どうもありがとう。